それでは続きまして柴崎選手の挨拶に移ります。ではまずは私の方から柴崎選手をご紹介します。柴崎選手、ライトの前にお願いします。柴崎光成、1984年8月28日雲仙市国見町出身、28歳。4つ上のお兄さんに誘われたのがきっかけで始めたサッカー。小学1年生から地元の国見少年サッカークラブに入ると、国見中学校を経て地元の名門国見高校へ進学。高校2年生の選手権では大会得点王。翌高校3年生の決勝ではコミがいた市立船橋高校と対戦。コミが当時のことを振り返り、国見高校の選手はみんな丸坊主で、一見すると見分けがつかなかったんだけど、その中でも攻守両面で存在感を発揮して本当に抜群にうまい丸坊主が光成だった。ディフェンスとしてはすごく厄介な選手、こいつはプロになる素材だなと当時のことを振り返るほど、若くして将来を嘱望されていた選手だったそうです。プロ入りの話もある中で国士舘大学に進学すると、ヤブ選手とダブルボランチを組み、当時のフロンターレスカウト陣も注目する選手に。プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせたのは2007年、東京ヴェルディにて。2年目には首脳陣から高い評価を受け、背番号を8番へ変更。ヴェルディにとっては北澤豪選手がつけていったことで知られる伝統ある番号だそうで、それだけの多くの期待を寄せられていた光成。在籍4年でヴェルディの攻撃は全て柴崎を経由して始まっているとまで言われる存在になったことは、私たち川崎サポーターの耳にも届いていました。そんな話を聞いていただけに、2010年の12月、柴崎光成、川崎フロンターレへ加入というリリースが出たときは、心が躍ったことを覚えています。中盤の底で、あらゆる場面に顔を出し、起点になれること、プレッシャーを受けた状況でも、落ち着いて中盤の底であらゆる場面に顔を出し、そしてフェイントで相手中選手をかわす姿、左右両足で繰り出す正確なパス、ゲームを作れるフロンターレを背負って立つという大きな期待を受けた大型ボランチは、昨年の2011シーズンに開幕戦からスタメンに名を連ね、5月には念願だった日本代表に初選出。チームから電話でその連絡を受けた光成が、最初から最後までマジっすかマジっすかとしか言わなかったという話を伝え聞き、光成の人柄に触れ微笑ましく、そして川崎フロンターレの一員として私たち全員が誇りに思ったものです。今年7月に古巣ヴェルディへの期限付き移籍が発表された際に、ある程度覚悟はしていたつもりでしたが、まさかこういう形で突然お別れをしなくてはいけないのが悔しくてたまりません。ただ別れは寂しいですが、これは試練ではなく、新しいチャンスをつかむための神様が与えてくれたプレゼントではないでしょうか。川崎フロンターレでの公式戦の全記録は49試合1得点。柴崎光成、見せてやろうぜ。光成、私たちがいつも歌っていた応援歌のように、新しいクラブのサポーターの皆さんに光成のプレーを、そしてその人柄を見せてあげてください。それでは柴崎選手からの挨拶です。よろしくお願いします。今日はこのような会を開いていただき大
ありがとうございます。1年半という短い間でしたけど、本当にありがとうございました。サポーターの皆さんには苦しい中、苦しい時も支えてもらいましたし、本当に力になりました。怪我をした時も横断幕を作ってもらったり、本当に嬉しかったです。また活躍できる姿を見せれるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。サポーターの葛西綾子さんです。よろしくお願いします。